ウェイブの新曲のカップリングの振りをしていたり、ちょっとね、そうだね、いろいろとライブのことも進んでいってるんですけれども、あの、私たちも結構いろんな意見を取り入れさせてもらっているので、きっと皆さんに楽しんでもらえるライブになるんじゃないかなと思っています。日程は3月の14日名古屋、3月の15日大阪、3月の21日東京にて行われます。はい、はい、でですね、2月の27日から一般チケットの一般発売が始まるんですけれども、それに先駆けまして、今あの先行抽選プレリザーブを、お、言えた、はい、お、言えた、プレリザーブを、拍手を答えようと聞いただけでそう、プレリザーブっていうやつを行っていますので、まあ、今でも全然ね、その抽選にね、うん、参加できますので、皆さんぜひライブにたくさんの方に来てほしいと思っていますので、ぜひ応募してみてください。お待ちしております。待ってます。はい、そして私たちフェアリーズはですね、3月の25日に、10枚目のシングル Kiss Me Baby をリリースさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。今回の曲はですね、すごく曲調も、今までにないフェアリーズの曲で、今までにないような雰囲気で、すごく大人っぽい感じになっていて、歌詞もね、誰かを一途に思う女の子の気持ちを歌っている曲になっていますので、パフォーマンスにも曲にも注目して、聴いていただければいいなというふうに思っています。はい、それでは皆さん新曲聴く準備 OK ですか？オッケー。オッケー。それじゃあ聞いてください。Kiss me, babe。Don't you want to smoke?
行けー